皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録は、希少価値なのはお金ではなく時間ということについてお話をしていきたいと思います。起業当初はですね、お金とかが当然ない状態でやられてる方が多いです。私のところにご相談とかくださる方とかも、皆さん大抵お金が厳しい状態で開業されるようなタイプの方が非常に多いです。でそうなると、どちらかというとお金至上主義というか、それが儲けることに対しても、あとお金を使っていくことに対しても、どちらに対してもお金っていう呪縛がですね、取れずに動いていくっていうことが多いと、お金が割と第一優先になってしまうケースが多いです。で例えばなんですけれども、これは私のね、クライアントさんとかともよくお話をするんですが、何か講座を開こうっていう時に新規募集をかけて、例えばそのわっと人が集まった時に、少し高額の講座だったりすると、その人とね、面談とかしたりするようなケースとかあると思うんですよ。でその時に、面談をした時に相性ってあるじゃないですか。その方が なんかこうよくわかんないけど、ちょっとなんか引っかかるな、なんか合いそうもないなっていうね、方がいらっしゃる時に、その断る勇気というか、相手の方にね、断ってもらうように話を進めていくっていう、話の進め方っていうのもできるんですよ。でこの時に邪魔になるのがお金の概念なんですよ。今月お金がないから、この人一人入るとすごく潤うから、とりあえず入れとこうかみたいな感じにして制約を取る方いらっしゃるんですけれども、実はそういう合わない人って無理やり入れるとですね、だいたいトラブルかクレームの元に大抵なります。もうこれは営業時代自分でも経験してるし、あと私の部下のメンバーがですね、仕事を取ってきた時に、なんか嫌な予感がするようなものって大抵やっぱりね、クレームが来たりトラブルが来たりするんですよ。だから通知は欲しいんだけれども、制約をしないっていう方向に持っていく意思が必要になる時があるんですよ。でこの時に考えてほしいのは、その時の一時の売り上げよりも失う時間の方が価値として大きいっていうことを知っててほしいなと思うんですね。だからじゃあどういう時間を失うんですかっていうと、将来トラブルが起こる予定がある人は、普通に仕事をしている最中にトラブルが入って、トラブル処理が第一優先事項になりますので、そのクレームを収めるための、時間が取られるっていうのが1点ですね。でさらに言うと、それによって自分のモチベーションが下がったり、っていう残念な気持ちになって、新規で例えばまた新しいクリエイティブな仕事をしようとしている時とか、他の方をコメントね、アドバイスとかをしていこうというような時にも気持ちが下がったりっていうと、それが停滞するから前向きに動けなくなってしまうことがあるんですよね。そうするとその時間が無駄になってしまうので、その時一時失うかもしれないお金よりも、将来にわたって失うお金の方が多分多いんですよ。時間っていう名においてのお金ですね。例えば新規でもっといい人が普通に入ってこれるための営業活動できるかもしれないんですね。だから時間の方に価値がある、自分がご機嫌な状態で仕事をできる状態はどういう状態なのか、誰と付き合い、誰と仕事ないしは教室をやっていきたいか、生徒さんを呼びたいかっていうのを、自分が明確な意思を持つ必要があります。なのでこの時に邪魔になるのがお金の概念なので、一つ覚えておいてほしいのが、目先のお金ではなく、将来的に向かってそのお金が損になるのか得になるのかっていうのを改めて考えた上で考えていくっていうことが必要になる時があります。ですから判断基準を誤らないように冷静に見極めてみるっていうことが必要になります。それでは